住宅ローンボーナス払い月で年末恐怖におののいているなにわのヒムロックです。おそっす、いつもありがとうございます。はい、というわけでですね、いつものお店にやってまいりまして、前回の動画見ていただいたと思うんですけれども、前回このいつものお店の近所の、とある周年記念のお店でして、まあ悪い店ではないと思うんですけれども、パチンコの釘を見ますとちょっとメンテナンスが調整がどうなのかなと、そういう印象を受けましたので、ディスクアップヘタレやめということで、なんとか大やけどせずに帰ってこれたんですけれども、やっぱ最近パチンコ屋さんもなかなかね、グランドオープンとかで、ね、ない限りはなかなか、事前事業じゃないですし、仕方ないんですけど、なかなか厳しいと。その中でも我々は勝たなければいけない。はい、というわけで今日も今日とてディスクアップ実践というような感じで頑張っていきたいと思います。ギャラクシーウルトラボンバースペシャルベギラゴンビエラゾーマイオラズ、got it。
ヤツです。阪神さんいらっしゃいませ。What?
もうね、本当に嘘じゃなくて本当に何も起きないんですよ。ほんま不思議ですけど本当に何も起きないんで、まあ、粘りたいですけど背に腹は変えられへんからね。やります。実践終了です。お疲れ様でした。まあ今日はね、久しぶりに動植ビッグを固まって、まあ、引けたということが、まあ、勝ちにつながった最大の原因ですね。もう本当ただのまぐれだと思います。多分設定は、まあ、全然回してないからわからないですけど、まあまあまあ意地でしょうね。ただディスクアップらしいというかね、まさにこれがディスクアップの、まあ、勝ち方、勝ち逃げというかね、まあやっぱり設定ですから、やっぱり設定です。低設定であればあとはもうやめ時が全て、そういう風に思いますからね。ただですね、こんな動画ではやっぱり終われないです。これはいくらなんでもダメです。というわけで負けてもないですけども、デスソースおにぎりを皆さんにお届けしたいと思います。今日はコンビニで買ってきました。いやーこれね、結構気合いるんですよね。本当にもうね、うかつには手を出せないね。まあすごい、すごいですからねこれ。というわけで行ってきます。無償なにわのヒムロック、デスソースおにぎり行かせていただきます。ありがとうございました。みんな行ってくんな、行ってくんね。みんなみんな行ってくんね。ゴロゴロしとるわ。ありがとうございました。